こんにちは、ビーライフのマリコです。今週から7日間にわたり、初めてヨガを行う方に向けた優しいヨガプログラムを紹介しています。本日7日目のテーマはリラックスです。寝たままできるヨガのポーズを中心に、呼吸を深めやすくしながら、内側へと意識を向けやすくしていきます。体の外側の余分な緊張感や力を外へとね、ゆっくり抜くことで、体もよりリラックスして呼吸も深まりやすくなっていきます。心と体のバランスを調和させ、自律神経の調子を整えたい方にとてもおすすめです。歪みや腰痛の改善にも効果的ですので、ぜひ一緒に行ってみてください。楽に仰向けに寝転がります。足はリラックスして、両手をお腹の上に添えて呼吸を感じてみましょう。鼻からゆったりと息を吸って、お腹は自然に膨らみます。吐いて膨らんだお腹は自然にしぼんでいきます。仰向けの時は誰でも腹式呼吸になっています。ゆったりとした呼吸を感じましょう。ご自身が心地よく感じられる呼吸のペースを探ります。それでは吸いながら両手を上にバンザイしましょう。吐きながらゆっくり両手を広げて下ろします。何かぶつかりそうな方は来た道を通って下ろしてもらっても大丈夫です。吸って両手を上バンザイ、吐いて緩めて下ろして、ご自身の呼吸のペースで繰り返しましょう。吸う呼吸で上にぐーんと伸びて、吐いて緩めてリラックスです。呼吸に導かれていくように腕も動かしていきましょう。それでは右の膝を曲げ、胸に引き寄せてきます。股関節の前側を緩ませ、膝で円を描くように動かしていきましょう。反対回しも行います。はい、そのまま右の膝を左側にパターンと倒しましょう。両手も左側に横たわります。右の手をぐるっと頭上から後ろ下に下ろして、元に戻して、上の手でゆったり円を描くように動かしていきましょう。肩周り、肩甲骨周りの緊張感を緩ませていきます。肩こりの解消にもとても効果的です。気味のいいところで、そのまま上の手、右側に広げていきましょう。腕の重さで自然と胸も心地よく広がりを感じます。
さあ胸が大きく広がれば呼吸の入り口も大きく広がり、呼吸が体に入りやすくなってきます。腰回り、背骨はリラックスさせましょう。心地よければお顔は足と反対の方向に向けて、首も刺激していきます。それではゆっくり上体を戻して反対側行きましょう。今度は左のお膝を曲げて胸の方に引き寄せていきます。さあ股関節の前側を緩ませるために、膝で円を描くように柔らかく動かしていきましょう。反対回しも行っていきます。そのまま左の膝を右側に倒していきます。両手も右側について、そのまま左の手頭上から後ろ側に回して下に下げ、リラックス。上の手で大きな円を描くように動かしていきましょう。ゆったりと心地よいペースで動いていきます。さあご自身の肩周りの可動域、肩肩甲骨周りの筋肉の柔らかさ、硬さを感じてみましょう。きりのいいところで左の手は横に広げて、さあ腕の重さで左の胸も自然と開いていきます。心地よければお顔は足と反対の方向に委ねていきましょう。さあ腰はリラックスして自然にねじります。背中や肩周りも楽にくつろがせていきましょう。背骨周りも心地よく緩めてねじって、背骨を刺激することで自律神経の調子も整えられやすくなります。中心にゆっくり戻っていきましょう。両膝を立てて足は腰幅です。膝つま先まっすぐ、両手は下に伸ばしましょう。膝の下にかかとが来るぐらいに足を引き寄せます。そのまま息を吸ってお尻を持ち上げ、膝から肩まで斜めのライン一直線をつなぎましょう。さあ背骨を刺激し自律神経の機能を高めていきます。お尻が下がりやすいです。もう一度息を吸ってお尻を少し持ち上げて、吐きながら背骨上の方からゆっくり下ろしていきましょう。
お尻もリラックスして下ろしたら、膝をそれぞれ左右へと倒していきます。股関節周りの余分な力を抜いて解放させていきましょう。中周りは柔らかく呼吸を通します。心地よければ両手を上に、肘と肘を抱えて上体もリラックスしましょう。さあ、上体も心地よく広げ、股関節周りもリラックスして広げて開放感を感じます。意識的にゆったりとした呼吸へと導いていきましょう。ストレスの解消にも効果的です。股関節周りが柔らかくほぐれてくると、骨盤内の血行も良くなりやすいです。あと2呼吸しましょう。それでは、キリのいいところで息を吐いたら、両腕両足を上に伸ばします。そのまま手首足首リラックスして、ブラブラブラと力を抜いて寄せていきましょう。肘膝もリラックスです。力が抜けてきたら、手足をそーっと下に下ろして、シャバーサナ、首を左右に優しく動かしながら、コロンコロンと頭の重さや丸みを感じます。中心で動きを止めて、まぶたはそっと優しく閉じ、外側からの余分な刺激をなくし、意識を内側へと向けやすくしましょう。手のひらは上に向けて、指先はリラックスです。頬の筋肉や口元や顎も楽に、奥歯の力も抜いて、お顔からのすべての表情を緩め解放しましょう。鼻から大きく息を吸い、新鮮な酸素を体の四隅、指先の一本一本へと送り届けていきます。吐く呼吸では、余分な力がどんどん外へと抜けて、体は重く大地へと沈んでいくでしょう。頭もさらに重く沈んでいきます。忙しい日常から抜け出して、この場に自分自身を解放し、体全身で穏やかな呼吸、温かくて優しい呼吸の流れを感じます。
一度鼻から大きく息を吸って、ゆっくり吐いて呼吸の流れを戻します。手先足先少し動かし、体の感覚も徐々に戻しましょう。両手を絡めて息を吸って、上にぐーっと気持ちよく伸びて、吐いてリラックスして、今の体の状態ありのままを受け入れていきます。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。簡単なポーズでゆっくりと呼吸も深めながら、心と体のバランスも調和されたかと思います。7日間チャレンジしていただいた方、どうもありがとうございました。7日間いかがだったでしょうか。普段あまり体動かさない方や、ヨガをね本当に初めてやりましたって方にとっては、ちょっときついポーズもあったりしたかもしれませんが、それぞれ体が硬い人は硬いなりに、心地よいポーズのポジションがあったり、調整してもらって大丈夫ですので、その心地よいと感じる感覚を大切に、これからもぜひ続けてください。で、毎日ね習慣にすることで、どんどん余分な筋肉のこりとかもほぐれやすくなったりですとか、肩こりとかもねなりにくくなったり、そういった健康状態に導かれていきますので、ぜひ少しずつね習慣化につなげていってほしいと思います。もう一週この7日間プログラムを、慣れるまでね行ってもらってもいいですし、BeLife では初心者用の動画も、たくさん今までに配信したものがありますので、そちらも楽しみながらぜひチャレンジしてみてください。それでは、ぜひこれからもおうちヨガ楽しんで行ってください。ありがとうございました。